炭火焼き豚カルビの塩焼きそば、ファミリーマート炭火焼き豚カルビの塩焼きそばです。エコ割で130円引きでした。胡椒がすごい。キリンの生茶、たまにあるハムみたいな味する肉だ。塩漬けの感じの。なんかやっぱ塩っぽい肉だな。なんでなんだろう。なんかこういうその加工食品の保存食っぽい肉特有の味ってありますよね。なんなんだろう。私わかんないけど。でもあれが近いな。あのラーローっていう中国のベーコンみたいなやつ。なんか豚バラ肉をどうすんだっけ。多分醤油とかでつけて、あれ紹興酒でやるやつですよ。日本でも作れるらしいですよ。冷蔵庫にあるもんだけでみたいな。さてさてさて、よいしょ。まあ今、ライブの最中で、9月が生活をするライブということで、 Vlog っちゃ Vlog だし、ライブっちゃライブの状態で、お客さんが横に入ってる中でね、生活をこわばりながらやろうとしているところでございまして、そうお客さんはくしゃみをするし、僕はさっきむせたし、そういうのが発生する。あ、もしもし、はい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 、あの、いや、編集さ、頼んでたやつやってんか。はいはいはい、あれをさ、どのいつにするのやつあれやんか。そう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 、ソクラテス系のやつ。前のがさ、いつやったっけ、結局あげたんが。はいはいはい、ほんであれや、あと5の7、8の6の5やったんや。出たらそうな、またそんな感じやんか、ペース的に。なるほど。うん、あ、ほんま、うん、はいはいはい、うん、用語が多い、なるほど、うん、わかるよ、うん、あー、わかるわかるわかる、言ったらそうや、そこのフォローみたいな、うん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 、へい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 、アメリカじゃない、なるほどなるほどなるほど、いや、わかんでわかんで、うん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 、そうやんな、やと思う、やと思う、うん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 、了解了解。
はい、了解です。うん、もちろんもちろんじゃないとも思うやってことはやな。ちょっと待ちや、今日が6月の28やろ。ちょっと待って、カレンダー出すわ。言ったらでもだから7月にはもうなるよねってことは完全に。うん、はいはいはい、あいやいや、もう全然全然全然、俺さ今日も明日も明後日もどうせライブやからさ、うん、全然それはそれはどの道どの道どの道やから、うん、はいはいはい、あーその僕からのね、わかるよ、うん、7月の345、全然全然、うん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 、全然全然345とかに、あちょっと待って、今ライブしてんの、あ大丈夫ですよ大丈夫ですよ、うん、今ライブしてんねん、うん、そうそう、今電話できるけどライブしてんねん、うん、珍しいね、うん、そう高円寺でやってるやつ、生活のやつ、うん、そうお客さんがシキラ貼ってくれてる、うん、洗ってください、あ今何し電話もしていいし、僕は今仕事とかもして、今日めっちゃ文章書いてん、後ろそうやな、まあ10人ちょっとぐらいとかじゃ、そんなもんじゃ、10前後ぐらいだと思う、うん、そう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 、そういうことやんな。でも別に僕は何もしてへん、出し物は一つも何の出し物もしてへん、うん、関係ないですね、うん、そうやな、あれな、うん、別にどんな風なでも OK 見てしてるから、うん、ああ全然ある、あていうか、いや何やったら午前中とかはずっと寝てたよ、うん、何やったら、うん、そうですそうです、それそれ24時までやね、うん、明日はそう、明日普通のコントライブ、今日がこれで普通のコントライブも長尺は長尺やな。あと今日あれや、動画のコントのさ編集もう5、6本ぐらいしたし、文章も書いたし、そう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 。普通に言えないじゃん。そうそうそう。結構働いた。できるできるできる。あ、違う、あのね、パソコン2台使ってて、あのね、そうそうそう、Mac の方は、基本的に文章を書くメインかな。で、Windows の方で動画の編集してるから、そうそう、一応、たくましいね、結構緩やかに使い分けてるけど、そうそうそう、そうそうそう、うん、別に別に新しいやつじゃないけども、そう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 、そういう感じ、うん、どっちでもいいってことやね、どっちでもいいってことやね、そう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 、うん、何回か見てる、うん、元動画見てるよ、持ってる人が、せやねんせやねんせやねん、ドンピの場合、ドンピじゃなくてドンっていうの嫌だ34 せやな、多分そうやと思うよ、うん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 、あーなんか慣れ、あのいい意味の方な、いい意味の慣れが出てるってことやんな、あーなるほど、わかるよ、うん、言ってるわかる、うん、あーいや分かる分かる、かかり決まった感じというか、うん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 、はあーやから、なんちゅうんやろ、あれか、その刻むための相づちみたいなんがないんや、いや分かる分かる、うん、いや分かる、同調してないというか、なんか同調してないけど話が一定の方向に進んでるみたいなことやろ、そうやんね、あーなるほど、睨み合いながら並走してちゃんと目的地はある感じというか、
いや、分かる分かる分かる。だからあれやろ、算数のさ、池の周り一周するさ、なんか逆回転でたどり着くみたいな、なんかあるやん、あれ、あれやろ、うん、せやな、せやな、せやな、そういうことやな。分かる分かる、うん、うん、えい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 、あ、繰り上げましょう、繰り上げましょう、絶対に、うん、あ、もちろんもちろん、そう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 、あったあったあった、ポジティブなやつがあったから、もうそりゃそう、うん、いや全然全然まだやけども、全然まだやけど、いやもう言ったら、だから、ね、6-5 できてるから7-4とかに出して、だ7-20とかに出してたらええんちゃう、やと思う、やと思う、やと思う、全然そうやと思う、うん、だと思います。あ、一旦だから、なんていうん、まあほぼやな、まあまあほぼ、ああ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 、もうそこはもう終わってる、終わってる、うんうんうん、そう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 、タイミングだけというかそういう感じやから、そう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 、うん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 、で僕なんかは言うて、なんていうかな、融通つけやすいから、うん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 、そうやんな、でも言ったら普通向こうも編集とかあるから、何本撮りぐらいのペースか分からへんけど、うん、そういう感じだと思います。ちゅうことで、ちゅうことで、じゃあありがとう、ほんじゃまた、ほんじゃまた、またまた、へいへいへい、進捗進捗お待ちしてます、ほいじゃまたね。ほい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 、うん、ペン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 ペ
すいません、まあ、早い。あ、はい、お待ちしております。ありがとうございます。もちろんもちろん。はい、どうも。ありがとうございます。そう、オフ会、まあオフ会みたいなもんなんだろうけど、久しぶりだね。こっち来てたの？いや、今日出張で。今日出張？うん、マジで？そう。声変わりした？30で。30で。それはないかな。それはない。あ、お疲れ様。いや、本当に久しぶり。うん、本当にね。だ、俺大学生の時にさ、うん、京都来たじゃん。来た来た。で、日本一うまいラーメン屋に。あ、そう。なんかあの時さ、あ、そうそうそう。あれでしょ、河原ま、あ、そうだ。あの、なんか、ね、覚えてるぞ、うん、7時に待ち合わせるとかって言って、そうそう、俺が土師街地にチャリで行って全く進まなかった時だ。そうそうそう。あ、それだそれだ、 だよ。そうだそうだ。で、うん、ただただ怪しいだけの店に行って、 うまいでもまずいでもなかったの回だ、うん、そうそうそう、60点ぐらい、60点ぐらい。そうだそうだ、久しぶりね。そうだね。いやいやいや、そっか。では10年ぶりって言うけどさ、うん、あれの時来てたでしょ。あ、まあ、早草は行ったけど。2022だから、うん、1か。そうだよね。そうです。さ、1000年後関係ないじゃん、マジ。まあね。1000年後の未来のことはさ、900年後のやつが考えるじゃん。そうだろうね。知ったこっちゃないぐらい先だから。それはそうだよ。そうそうそう。でも乗っちゃって。お疲れ様です。素晴らしいじゃない。東京暑いね。東京暑いよ、うん、今はこんなに話せるとは思わずに来ちゃったから。ほんと戸惑っているよ、うん、いやだって、うん、そうだよ、話せるじゃん、まあ、友達として話せますって書いてあったから、あ、じゃあ、うん、二言三言は話せるのかなと。友達として話せますで、うん、本当に友達来たら、うん、そう話しちゃう。そうかそうか。友達として話せますって書いてたのに、本当に高校の友達来たらこうなる、まあね、いや、なんか明日とさってその学会に普通に見に行くだけの参加するんだけど、はいはいはい、うん、宿泊がお茶の水だったからさ、まあ、なるほどね、じゃあ行けるかと思って、チェックインも24時だし、はいはいはい、そうそう。あ、でもそっか、ブランクないんだ。いや、でも自宅浪人があるからね。どういうのは？あ、その4年で入って浪人して6年入ったから、416って416だね。
416? 633みたいな感じで言うのよ。ないから11年生。真ん中が1か。気持ち悪いな。でも、いやでも416か。そうか。416だよ。だから633416か。そう、633416だね。気持ち悪いな。そうだね。聞き馴染みない。今何年目なんだっけ俺、うん、芸歴、あ、この数え方あれどこからとするかって。そうなの。これややこしくて、業界が。でも、長く取って9になるのかな。長く取って9。短く取ったら多分4、5ぐらいだけど。そんな感じ。まあそうね。紆余曲折な感じなんだろうなと思って。意外とないじゃない。私、なんか、いや、そう、旗から見たら見えるだろうけど、まあまあ、知っての通りさ、僕ってさ、結構チャランポランじゃん。まあまあまあ。そうだね。計画性とかがないから。うん、根性だからね。そうだね。そこが、知性が足りないから、うん。それ見せないだけで。そう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 。バレないようにしてるだけで。そうそう。パワータイプだから。うん、そんな落ち着く、うん、ん？そんな落ち着くの人って。落ち着くよ。そんな落ち着く？そうさ。え？さすがに。マジ？うん。そんなに落ち着く？取り繕ってるところあるかもしれない。あ、落ち着こうと。落ち着こうと。いや、俺マジで、いや、ちょっと待って、わかんないもん、だって。そんなに落ち着かないって。いや、もうちょっと酒飲むとかすればさ、それ。あ、まあまあまあ。ね、当時の？当時ぐらいになるかもしれない。知れないけど。そうそうそう。すげえ大人じゃん。疲れ果ててるだけだと思う。疲れてんの？疲れてるよ。何、日々に？いや、まあ仕事終わって3時間新幹線に揺られて、あ、そっか。真っ直ぐ来たからさ。今日がそうか。そうそう。それは一個あるのか。でも疲れてるね。まあ日々じゃない、日々。日々に？日々に。すごっ。うまくいかないよ、いろいろ。なんかいや、でも俺本当に同級生とかじゃなくて、うん、マジ、6個上の人と喋ってる感じだもん。勘弁してくれよ。そんな。いや、まあさ、悪い意味じゃなくて、立派すぎるやろ。だからもうなんか同級生の彼とかじゃなくて、うん、なんかその初見の医者だもん。じゃあ他人だよそれは。初見の医者だ。他人だよ。そうだね。10年だからね。長いね。長いよ。ブランク。あ、会う高校の友達とか。あのね。はたまに連絡来る。うん、お頑張って応援してるよみたいな。うん、彼はそういうのなんか義理堅いじゃん。そうだね。あいつって。硬いね。あいつってさ、うん、本当にいいやつだったよな。そう。なんかさ、あのさ、あのパターンって2個あるじゃん。そうだね。あのすげえジェントルな感じのやつってさ、うん、本当にいいやつの時と、ね、実は悪いやつで繕ってるだけと2個あるじゃん。うん、で、俺マジ申し訳ないのが、うん、俺ずっとどっちか分かんなかったの。高校生の頃。そうね、そうね。え、正直分かるし言ってる意味。分かる分かる。こいつはどっちなんだっていう。ま、ね、根もこうなのか。まあね、ちゃんと帰ってたら一回、そうね、ちゃんとゆっくり飲みたいなと思って。ありがとうな。ただ、読まれてるかまでは分かんない。いや、分かんないけど、マジでありがとう。あ、高校の同級生。今かね、今かね、今かね。高校の同級生。すいません。あ、マジで？ありがたいね。いや、そもそもだから、ハチ公で俺、そんなにすごい友達多かったわけじゃないから。まあ、そうね。少ないとは言わないけど大きくはなかったから、うん ね、それの問題が1個あるよな。だから知ってる人は知ってるって感じだもん。そうそうそうになるよな。うん、そうね。そうするとなかなかね、そうそこからは広がらないね。確かに。そうなんですよ、結局は。あとなんかやっぱ1年浪人してるとか大学で関西行っちゃったとかもろもろがな、うん、あるから関わりの切れる、まあね、そうもろもろがあったからってのはあるけど、いやだから逆に、うん、知らないぐらい下とか上とかから声かけてもらうことあるよ、うん、あ、私もハチ公でとかね。そう、なんか55回生とか、うん、なんか本当になんか70回生とかなんかもう知ったこっちゃない、うんうん、そうだね、知ったこっちゃない人がもうなんか本当に応援してますみたいな、うん、まあ、ありがとうございますって言うけど、うん、マジもう、まあ、誰だろうっていう感じで仲間意識あんま出にくいって そんな離れたら青森出身ですぐらいの方がまだ分かる。そうそうそうの感じだったりするけど。へえ。俺多分永遠と話しちゃうからねこれ。うん、もう11時かよ。そうそうそう、チェックインに間に合わないからよいしょ。いやマジでありがとう。すいません、お邪魔いたしましたありがとう。結果的にコンセプトにすごいふさわしかったもんね。そうかもしれない、うん、友達と喋るはすごく良かった。同級生が会いに来て友達と喋るはかなり貴重だった。そうだね、うん
何も困ってなかったな。ほっとしたよ。うん、ありがとうね。どうも、気をつけて。頑張って。もちろん。それじゃあ、またね。